おはようございます。今日来ちゃいましたよ。ここめちゃくちゃ遠かったっすね。昨日は飲みすぎちゃいました、飲みすぎちゃいました。松本駅です、はい、来ましたけども、どこ行きますか。今日はスペシャルゲストが待ってるので、はい、そこでトレーニングを、トレーニング行きますか。はい、はい、していきたいと。ちょっとその選手とか向かいましょう。先に、すいません、はい、今日は、まあ、その選手のカウンセリングしてから、まあ、いろいろ決めていきたいなとは思うんですけど、まあ、僕から見たちょっと意見も交えつつ、はい、あの、まあ、できれば可動域を上げる系のトレーニングとか体幹系のトレーニングとかをメインで、まあ、今日一発目なんで、ちょっとあんまり負荷をかけずに、まあ、そういったところをやっていきたいかなと思います。アスリートってね、あの柔らかさとか大事だもんね。そうですね、まあ、メインは体の使い方ですね、うん、いや今日はどんなゲストなのか楽しみですね。楽しみにしててください。松本といえばの今日はゲストですから。そうです ね、まあ、ね、松本といえば皆さん誰だと思うんですね。結構若い世代の子とかは結構知ってると思いますよ ね。昨日もなんとか横丁みたいなところで飲んでたら結構声かけられてましたもんね。知名度ありますよね。わあ、すごい景色がめちゃめちゃ綺麗ですね。ミキさん、あの山は何の山なんですか。ノルクラっていう山なんですか。うんうん、すごい。あのなんか銀の鉄球みたいなやつなんですか。銀の鉄球？なんかあれですか、タワーが。どこ？右斜め前に鉄球みたいな。鉄球ありますね。そう？右、右ですね。はい。そのまま斜め前に鉄球がありますよ。あれは森永乳業のあの森永、うん、山がすごい、すごいわ。いや、長野はいいところですね。松本は本当に、松本初めて来ましたけどいいですよね。ね、本目からゲストが結構すごいですよ ね。すごいゲストですから楽しみですね。到着しました。はい、ありがとうございます。やってまいりました、小野さん。はい、着きました、やっと。どれ今日のゲストは。ありましたね。靴があります。これは、おはようございます。何時おはようございます。じゃあ今日はゲストを早速ご紹介していただきたいと思います。今日の最初のゲストは田中パウド選手です。こんにちは。もう元気だけはあるんで。田中パウド陣地です。 J リーグの中で浮いてるというか、まあ珍しいタイプで SNS とかもいろいろ頑張ってやったり、J リーグに興味持ってもらうために頑張ってやってるんですけど、まあ、僕自身が今、崖っぷちにいるんで、ぜひこの機会でもう一回上のレベルに行きたいなと思ってトレーニングさせてもらいたいなと思ってます。ありがとうございます。今はチームが所属がフリーっていうことなんですよね。確かそうです。フリーなんで、これを機会にという、もっと強くなれるんじゃないかということでお願いしました。ものすごく大事なミッションをいただいてますけど、お願いします。はい、まあ、年齢も、まあ、僕と近いんですけど、やっぱりもう30近いので、まあ、怪我とかそういったところの不安もあるので、まあ、しっかり体のケアもしつつ、やっぱり怪我をしない体作りもしつつ、あとはもうパフォーマンスの向上もできるようなトレーニングっていうのを、まあ、しっかり提供できればいいなと思います。じゃあちょっとパウさん、ね、昨日喋る下手やから今行き過ぎちゃいましたから ね。何やったよ。やってちょっと気にしてたんだよ、もう。すみません、本当に遅刻しちゃって、我々がもう。もう、はい。来へんのかな。前に大きく出して、前に出したら足の下に手を持ってもらって、はい。そしたらまた、反対足前に大きく一歩前に出して、ちょっといいやつって感じで、進んでいきます。こっちはチャレンジですよ。できるだけ大きく移動。で、お尻ずっと前に持っていくような感じで、右足の股関節の付け根伸ばしながら、脇腹から股関節もできる。わぁ、ちょっと2、3秒取れたら、反対足前に出して。これでもめちゃくちゃ硬い。うーん。硬い気がします。はい。はい。
て横に手をぐるっと離して、この脇腹のところから、外側に。いや、違和感ないですけど、耐えれてないです。体のここもそうですけど、こうやったら硬さが出ますね。じゃあ次は、前に出した足と反対の手、床についてそこの肘を床に入れて、また、反対の前に出して、手をついて、肘を床に捕まえる気がするな。一歩前に出して、左手を床について、左肘を床に入れて、おギリギリですか？後ろ足伸ばして、はい、これはじゃあ足の裏でですか、それとももうつま先でいいですか？つま先でこういう感じで、あ、でも足つかないですよ。こうやったらつくし、自然つくじゃない、こっちが硬い。そう、こうやって左右差ちょっと自分で感じながら、片足前に行くとしたら反対の手ついて、で、目線は上に上げて手を持ってきて、はい、で、左手ついて、この左手から右手までまっすぐになるような感じで手を天井に持ってきて、足の下に通して、股関節を円を描くように回します。後ろ足は膝を伸ばしたまま。で、少し腕を張って、股関節を回すような感じです。で、なるべく低い体勢とるようになります。はい。後ろ足はしっかり膝伸ばします。回す感じはわかんないです。大丈夫です。合ってますか？そうです。後ろ足は膝伸ばして。はい。で、視線あります。そうです。今、軸に入れて、足裏がちょっと大きめに、肩上がりの大きめに開いたら、お尻を下げて、かかとを掴みます。そのまま左右にスライド。はい、OK です。両手を横についたら、片足を引っ越して、そのまま壁を押すような感じで、脇腹を動かします。はい、両手で、壁をぐっと押してください。で、この骨盤は遠ざけてます。この脇腹あたりが伸びてる感覚があれば、今こっち伸ばしてるんだけど、こっちの筋肉が縮んでる状態なので、はい、その縮む筋肉がちょっとつりそうになるんだけど、それは筋肉が硬い感じです。壁にこういう感じで足の裏をつけて、両手で壁を押して、はい、上半身のひねり伸びて、そう、結構これ、そうなんだ、難しくて、はい、お尻キュッと締めてちゃう方とか多いんですけど、なるべくお尻キュッと締めて、このおへそから上の上半身だけをひねるよ。今やってる時に肩甲骨がもっと本当にずっとこっちまで来なくちゃいけなくて、でもその肩甲骨の可動域も低いし、胸椎自体はちゃんと真横ぐらいまで向けて慣れてるんで、この辺が硬いですね。徐々に動かしているという可動域が出てくるので、はい、まあ、最初は無理すぎずに、そう、動かしている中でちょっとずつ可動域が出てくる。ここが柔らかいとドリブルしてる時とかも上半身のなんかバランス、パウさんのやっぱり体幹っていうかはその、まあ、筋肉で固める、まあ、力を入れるっていうやっぱプレースタイルなんですので、まあ、しっかり腹圧、その体幹周りの力は入ってるけど、その他の部分のしなやかさっていうのを出していきたいので、まあ、しっかりお尻とお腹はこうしっかり体幹が入ってる状態で、肩甲骨だったり胸椎、この背骨の動きっていうのを出していく、まあ、ウォーミングアップです。はい、お尻キュッと締めて、
足前に出して両手合わせます。でこのまま上の手だけ頭の上を通して、なるべくは伸ばした状態で遠くの方を、はい、めちゃめちゃ硬いじゃないですか。そのままできれば床に火がついた状態で真後ろまで行けるといいですよ。ここの部分からもう膝浮いちゃうしこれがなんか肩が動かない、肩が行かないです。ここから、はい、この動きから見るとこっち側ももうちょっと本当は肩甲骨がちょっとこう寄ってくると、はい、もうちょっとこう下まで下がって、はい、こっち側に肩甲骨、外側に動く動作は結構出やすいんだけど、この内側に行く動作っていうのがカズさん出にくいので、はい、それが原因で、はい、これ力入れてないですもんね、こう行くとき。そうです、なるべく僕めっちゃ力入ってますもんね動かないから全然できないです。これアスリート、サッカー選手だけじゃなくて、こうどのスポーツでもあのおすすめのストレッチで、胸周りの可動域を広げたりとか、まあ、胸椎の回転動作の可動域も広げるし、あと肋間筋っていう筋肉のストレッチもできるんですけど、肋間筋っていうのは肋骨の間にある筋肉で、その筋肉、しっかり柔軟性上がってくるんですけど、肺が全然ですね。呼吸がしやすくなるから、まあ、結構走ったりする競技とかはたくさん酸素も取り込めるようになるので、致命傷ですね。怪我とかもやっぱしやすいですよね。そうですね、ね、硬さが出る。前の肩甲骨から腰に来たり肩に来たり、反対側が硬いですね。こっちの方が全然そうです、またマシですね。肩甲骨とかこのひねりの動作が出てこないと何が悪いかって、そのさっき言ったようにこっちでひねれないとこっちで無理やりひねろうとしちゃうんですよ。腰痛めたりとか、はい、っていうのにつながってくるんで、はい、あ、そうですね、ちょっと動かないから力入りますね。はい、OK です。